この2日間は来場者全員に黄色い T シャツがプレゼントされます。ここまで勝率7割と好調を維持するファイバーローズを観客が後押しします。対戦相手は同じ西地区でここまで最下位の福岡。前半堅い守備とリバウンドで主導権を握ったファイバーローズは大量21点のリードで折り返します。しかし後半に入ると外の守備が甘くなり、相手に次々にスリーポイントシュートを決められ、一気に点差を縮められます。第4クォーター、この試合初めて福岡にリードを許しますが、ここで日本人選手が奮起。逆転された直後に高平のスリーポイント。さらにキャプテンの児玉、粘る福岡を振り切り3点差で勝利を収めました。すごいワクワクするし楽しいです。バスケってこんなドキドキするんだなと思って、地元のチームがこんだけ強くいてくれるのは、見に来るのも楽しいんで。さらに土曜の第2戦は B2 得点王のエースウッドベリーが欠場する中、チームの結束力を強め、残り7秒で逆転する劇的勝利。シーズン前半26試合を終えて未だ連敗なし。チームの活発なコミュニケーションによる修正力が接戦を勝ち切る要因になっているようです。去年まではちょっとこう負けそうな多分雰囲気も感じられている方々も多かったと思うんですけど、今年は多分競っててもあんまり負けそうじゃないという雰囲気が多分出てると思いますし、外国人選手も もっと思いっきり打てよとか声をかけてくれたりとか、日本人としてもお互いに今のはこうした方が良かったとか、プラスになるような会話っていうのがすごいやっぱ今のチームとしてすごい多いので、それが勝ち切れた一つの要因かなとは思ってます。